皆さんこんばんは、西山孝太郎です。いかねえじゃん。皆さんこんばんは、梅原優長です。見た目は細身な若手男性声優2人がパーソナリティ力をタフに見せつけ、ラジオはこうじゃないっすかと提示していく提案型実験バラエティー、孝太郎と優長ひょろっと男子です。ひょろっと男子は今日で放送200回を迎えました。低くないでしょ。低すぎないかい。なんか前回もだって次で200回ってもう言ってっからさ、いいんじゃないの、そんな大々的に。でもお祝いのメッセージがたくさん来てるんですって。そう、200回ですね、おめでとうございますみたいな。今作家さんが必死でそのメールをこう探してたけど来てない。来てない。来てたけど、来てた気がするけど、今すぐ手元にはないようなんですよね。いやでも200回って、いや200回目にしてようやくあれじゃん、マイクテストで西山さんからね、マイクテストされましたけど、そうなんですよ。これで気が済みましたか。いやだからでも、いや済んでないですよ、もう正直に先に感想から言うと。なぜならば矢島さんがね、今ディレクターの矢島さんがマイクテストをするときに、では西山くんからみたいな、ちょっとこう恩着せがましさがすごかったんですよ。ちょっとお気に入り、やってやったぞみたいな感じがあったので、そうじゃなくて西山くん行ってみようかって感じで、そんな業界人みたいなノリで来てくれたら、はいどうもって感じで行くんですけど、ちょっとこれはまた次回、次回楽しみですね。はい、知ってもらいたいなと思います。200回の間になんか2人は変わったみたいなことはありますけど、僕たちから見てひょろっと男子、最初に比べて変わったところありますかね。どうなんだろうさ、まあなんか一回なんか最初の放送聞いたことあったよね。やっぱその時はやっぱすごいフレッシュを売りにして、売りにしようとしてた感があったよね。絶対。まあだって、ね、デビューして間もない、ね。1、2年の時だもんね。頑張っていきましょうみたいな感じのノリだったんですが、今ではちょっと、こう落ち着いた雰囲気。落ち着きすぎてたかな、大丈夫かね。他のさ、同じ年代の人のラジオってどういう感じなんだろう、ね、何話してんだろうね。何話してんだろう。もっとテンション高いんじゃない、もう少しテンション高いか。じゃあ、いっか。このままで。まあまあ、差別化を図るためにね。そうしましょう。じゃあ、200回目も、まあ、いつもと変わらず、やっていきたいなと、このテンションでやっていきたいと思います。